こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では肝臓と上半身のつながりについて解説をしていこうと思います。今肝臓は見えてませんが、こんな感じで肝臓があると思ってください。まあ、端的に結論から言うと、肝臓が何かしら不具合を起こすと、傾向としては右側の首とか右側の肩に硬さが出ることが多いです。で、今日その原因をですね、まあ、2つの観点で見ていこうと思います。一つ目の観点が神経に関する観点なんですね。で、今日鍵になってくる神経がちょこっと見えにくいですが、こんな感じの神経ですね。この神経を横隔神経と言います。横隔神経ね。で、この横隔神経が頚椎のどの部分から出るかっていうのがまた鍵になってきます。これ頚椎の3番から5番から出ています。だから C3 から C5 としましょう。頚椎から出て、胸の奥ね、胸郭の奥を通って、これ心臓の横を通って、横隔膜の、上と下に分かれます。横隔膜の上を支配しますし、貫通して横隔膜の下側を支配しています。このね、下側っていうのがまた鍵になってきます。横隔膜の下には何がありますか？特に右側ですね。右側の横隔膜の下には何がありますか？今日のテーマの肝臓なわけですよ。色変えましょう。肝臓があるわけですね。こんな感じで、だから横隔神経っていうのが横隔膜と肝臓によって、なんていうんだろうな、こうサンドイッチされたような感じになるわけですね。ここまでですか？だから平たく言うと、横隔神経と肝臓がつながっていると思ってください。じゃあ、肝臓が例えば何か不具合を起こしました。昨日飲みすぎましたとかね。なんかこの辺交通事故で、ぶつけました。肋骨ぶつけました。で、肝臓にもなんか衝撃が行きました。何かしらの不具合が肝臓に行きました。そうすると、そこと面している横隔神経はどうなりますか？もしかしたらここで、滑走面、神経と横隔膜、神経と肝臓のその滑走面が落ちてしまうかもしれない。軽い締め付けが起こるかもしれない。ということで、神経に対しても負担がいくわけですね。何かしらの負担がいく可能性があるわけです。ここまでいいですか？肝臓と横隔神経です。はい、横隔神経は C の3、4、5から出ています。こっから、なんで右肩とか右首の制限になるのかと。まあ、首の制限は分かりやすいですね。肝臓と横隔膜が接してるんだから、ここに負担がいったら、ね、ここ、始まりを見ていたし、3、4、5に出てるんだから、ここが硬くなるっていうことは、まあ、理論的には考えられる話ですね。あり得る話ですね。こっからなんで右肩の方に繋がっていくかと。ここから神経の束がキーになってきます。これいっぱいなんか神経の束がありますよね。この神経を腕神経叢と言います。まあ、腕神経叢だけど、シンプルに神経叢としましょうか。腕神経叢というものがあります。この腕神経叢というのが C5 から T1 に向かって、から伸びています。C5 から T1、頸椎の5番と胸椎の1番にかけて伸びています。あらあら、なんか横隔神経と腕神経叢、共通する部分がありますね。C5 と C5 ですね。ということで、横隔神経、はい、肝臓と繋がってます。肝臓がなんかね、二日酔いでアルコールめっちゃ代謝して頑張ってます。負担がかかってます。ここから横隔神経経由で、この5番経由で、こっちの方に機械的なストレスがかかるっていうことはあり得ます。これね、僕神経の生理学的な繋がりだとは思っていないんですよ。あんまりそういうのは考えられないかなと思っています。横隔神経のね、信号がこう来て、この信号がここで、腕神経叢に行くっていうのはあんまり考えにくいんじゃないかなと思ってます。だから今日言っているこの横隔神経と腕神経叢のつながりっていうのは機械的な力、物理的な負担がかかってるから横隔神経からの C5 経由の腕神経叢にもこう物理的な力がかかるんじゃないかと考えています。ここからの、はい、腕神経叢っていうのは例えば肩周りとか腕周りとか胸周りの筋肉を支配しています。だから肩の可動域が落ちたり肩の硬さになったりっていうことがあり得るわけなんですね。で、ちなみにこの横隔神経からの腕神経叢からの肩のつながりっていうのは、医学的な論文で証明されてるかって言われると僕の用いる知識では分かりません。だけどこれは僕が受講したセミナーとか、それをやってみて僕の経験ベースでのお話なので、まあ眉唾的なものだなと、話半分ぐらいで聞いてもらったらと思います。これがですね、神経と肝臓のつながりですね。横隔神経があります。
肝臓と面しています。からの肝臓に負担がかかれば神経に負担がかかります。からの腕神経叢経由での肩とか胸とかこの周りの硬さ負担になるということなんですね。これが神経です。でちなみに肝臓っていうのは主に右側にある臓器なんですよ。一部左側にかかってますが主には右にあります。ということは右の横隔神経と関わりが深いので右の肩の制限になりやすいだろうと。左にもね横隔神経はあるんだけど、でもこうやっぱ肝臓の体積とか横隔膜と面している面積っていうのはやっぱこう右側との方が多いので右肩に出ることも多いと思ってます。僕の経験ベースですが稀なんだけど左にも出ることあるけど、やっぱ大部分は右肩に制限が出るケースが多いと感じています。これが神経です。では次にリンパの観点から見ていきましょう。はい、次はリンパの観点ですね。もう一回肝臓がここにあるとしましょう。リンパっていうのはこう肌とか首とか、顔にね結構あるようなイメージがあるじゃないですか。ね、美肌とか美白とかお肌のことね。これね、リンパっていうのは基本的に全身に存在します。ということは肝臓にもリンパは存在します。じゃあこの肝臓のリンパが滞る原因何かと考えれば、まあいっぱいあるわけですよ。またお酒飲みすぎたとか、まあ、機械的な力が加わったとか、もしかしたら何かの病気でこのリンパの流れが悪いかもしれない。いろんなケースがあります。でね、このリンパがね滞ったら何が問題なのか、こっからなんで右肩の制限になるか。はい、では肝臓の中にもリンパはいっぱい存在しているわけですよ。通常であればそのリンパっていうのは適切に流れるべきです。じゃあそれが流れません、どうなるかというと、リンパっていうのは水なので、まあ圧力がね、肝臓にかかったりするわけですよ。内臓にかかったりするわけですね。まあ、表現がちょっと適切ではないかもしれませんが、水圧が高くなると、圧力が高くなるわけですね。で、これが、まあ上の方に行くと何があるかと。上の方にも圧力がかかるとどうなるか。ここには横隔膜がありますね。じゃあ横隔膜の方に、上の方に力が加わったらどうなるのかと。で、横隔膜の上、もしくは横隔膜の周りは何があるか、この辺、肋骨がありますよね。上だけではなく、こう横にも力が加わることがあり得るわけですね。とにかく、いろんな方向に力が加わっています。じゃあ、仮に上方向に力が加わったらどうなるか。肋骨はどうなるか。上の方に持ち上げられる力が加わりますよね。じゃあ、肋骨の上には何があるか。鎖骨がありますよね。じゃあ、鎖骨にも多少なりとも力が加わるわけです。でね、この力が加わるっていうのは何も肋骨がめちゃくちゃ上に上がっちゃうとか、肋骨が異様に上に上がるとか、そういったこう極端な話をしているわけではないです。多少の力が加わると思ってください。もう一回肝臓からいきますよ。リンパが滞りました、まあ、肝臓の周り、横隔膜の周りに力が加わります。そうすると肋骨の方にも力が加わります。肋骨の上には何がありますか？鎖骨があります、まあ、鎖骨も多少はね押し上げられるような力が加わるでしょうと。ここからが鍵なんですが、この鎖骨っていうのは肩甲骨と関節を作っています。鎖骨と肩甲骨がつながっているわけですね。で、肩関節っていうのは肩甲骨と上腕骨で作られています。あ、じゃあ、鎖骨に力が加わりました。まあね、肝臓からのね、肋骨からの、このつながりで鎖骨に力が加わりました。鎖骨が力を受けてます。肩甲骨どうなりますか？それも影響を受けそうです。この影響を受けた肩、肩甲骨どうなりますか？はい、影響を受けそうです。ということで、まあ、これもね、医学的に証明されているかと聞かれれば、ちょっと勉強不足なんですが、経験ベースでいくと、例えば肝臓の周りのリンパを流すと、肋骨周りとか肝臓周りの硬さが取れるっていうこともあるので、まあ、こういうこともあり得るんだな、ぐらいの話で聞いてもらったらと思います。じゃあ、この肩の硬さが肝臓と関わって、神経なのか、リンパなのか、っていうのは実際にね、そういったテクニックを知ってる方はやってみたらいいですし、まあ、知らない方でも、まあ、肋骨の周りをね、こう、横に動かしてみたりして、なんか右の方だけ硬いんだよなっていう時は、おそらくリンパが関わってるかもしれないし、まあ、神経ベースで言うと、なんか首の硬さが硬いなっていう時は、もしかしたら神経かもしれない。で、その判別方法っていうのもここでお話しするのはちょっと、語弊がね、出てしまうかもしれないので、そこまで深くは言えませんが、まあ、とにもかくにも、この動画で持ち帰ってほしいしいことは、肩の関節の硬さっていうのはもしかしたら肝臓から来てるかもしれない。じゃあそのつながりは何から来てるの？神経から来てるかもしれないし、リンパから来てるかもしれない。そういった情報をね、こう皆さんの役に立てばなと思っております。そして僕は YouTube だけではなくインスタでもこういった配信をしておりますので、 YouTube の登録はもちろん、インスタでのフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。